月29日ってエベレストの登頂記念日なんやって。そう思い出すな、あの雪景色を。何の話？見てないでしょ。音羽山にも登ったことないです。それは登って。5月29日世界最高峰のエベレスト登頂ですよ、うん、世界初成功したんやって。のぞみちゃんも世界一とか、なれる可能性ありますよ。言われてみたいわ。鼻の穴にピーナッツ入れてパーン飛ばして何メーター飛ぶかとか、そういうのやっぱギネスでやってみたら世界一になれるんちゃうかな。私レディーですから、その話やめてくれる？ああそうですか。でも5月29日というのは幸福の日でもあるんですよ。そう5月29日に鼻の穴に500円玉を何枚入れられるかいうのやってギネスに乗るとか、両方で10枚入れた人いますからね。なんか違う。鼻の穴に鉛筆を何本させられるかっていうので左右で10本入れた人いるからね。まだ言う？あ、すみません。鼻の穴に、いやだから鼻から離れてくれる？うまい。5月29日南さん、荻窪先生、ここにいたら幸福になれません。二人のやり取りが面白すぎて、ここにいる私たちはニコニコして幸せですよ。そうですね、はい、カフェに行かないことでのぞみちゃんは幸せになるでしょう。かもしれないですね。さて5月29日みんなが幸福であればいいですよね。そうですね、まあ、そうありたいと願いたいところなんですけど、うん、まあ、新型コロナウイルスによるパンデミックはですね、およそまあ2年半が経過してようやくですね、世界的に見ても少しずつですけどね、落ち着き取り戻し始めましたね、はい、でも一方であのロシアによるウクライナ侵攻についてはですね、侵攻から3ヶ月がまあ経過しても、はい、全然まだ終わり見えないですし、うん、それから経済的に見てもね、物価が高くなってますよね。これも気になりますね。全体のお給料が上がって緩やかなインフレが起きるっていうのはいいことだと思うんですが、今ちょっと嫌なインフレですからね、はい、困りましたね。まだしばらくはみんなが幸せって実感できるの難しいかもしれないですね。まあ、そういう環境の中でいうとですね、少しだけあの明るくなってきそうなのは、まあ、国内への観光かもしれませんね、はい、まあ、円安で海外の人からするとですね、うん、国内に入ってきやすくなる、まあ、魅力があの増えるんですよ、はい、でもちろんあの感染対策もそうですし、入国緩和どのようにするかという課題はあるんですけど、うん、まあ、コロナが落ち着きさえすればですね、爆発的に増える可能性もありますよね、観光客の方が、うん、そうですね、はい、みんなどこかに行きたい、旅行に行きたいっていう気持ちは持ってますからね、うん、観光の復活ぜひ期待したいです。ただですね、旅行に行くにしても楽しい生活を送るにしても先立つものがないと、はい、これ困りますよね。ベースになるのはお仕事ですよね。今回のビズラボでは人材を何よりも大切と考えて経営を続ける長浜市の企業をご紹介します。自分に合った良い職場が選べるかもしれませんよ。最後までお見逃しなくです。滋賀県内のさまざまな企業にフォーカスするビズラボです。今回は長浜市に本社を構え、製造業として半世紀以上にわたって成長を続けている株式会社榎本をご紹介します。人材を大切に経営するその工夫にも注目をしてください。株式会社榎本は1967年に創業。農業機械、建設機械用油圧シリンダ、ディーゼルエンジンの機械部品、トラクター、フォークリフト等の産業車両機械部品の製造を行い、55年にわたりその確かな技術力によって各方面から信頼を勝ち得てきた企業です。培われた技術を継承し、かつ新しい時代の変化に対応するため進化を続けながら、近年では製造の受託だけでなく自社設計の製品を開発するなど常に成長し続けています。当社あの株式会社榎本はですね、平成2年に、まあ、立ち上がった会社なんですが、前身は昭和42年の榎本工作所からものづくりの会社をスタートさせております。50年以上にわたりまして、特定の大手メーカー様の協力会社の位置づけといたしまして、機械部品加工でものを提供し、
お客様へ製品を提供することによって B2B で成長してきた会社であります。当社は顧客に安心して使ってもらえる良い品質の商品を提供して会社の発展を期す、これを経営理念と掲げておりまして、主に農業機械の部品加工というものからスタートしてきたんですが、なかなか農業機械というものも伸びない時代になってまいりまして、近年では小型建設機械を中心とした油圧関係の部品、この部分で着実な成長をさせていただいている当社の今の実情です。ものづくりは全てやはり品質に関与すると思います。昨今は海外からの安くて、そして数の多いものがコスト競争で負けるんですけれども、逆に品質では国内のメーカーとして絶対に負けられないというふうな思いで、品質を最優先に事業の根幹として位置づけております。やはり変化をしていかない会社に成長はないと私どもは考えております。近年では最新鋭の工作機械を逐次導入いたしまして、新しい加工技術にも挑戦すると、まだまだこれからも成長し続ける、こんな気持ちで会社を運営しております。常に技術革新を続けている榎本では、具体的にどのような製品を作っているのでしょうか。製造にかける思いも含めて伺ってみました。こちらは榎本で製造している主な部品、油圧シリンダーとなります。こちらはですね、ショベルカーなどに使用されていまして、工事現場などでも使用されています。過酷な状況でも耐えうる油圧シリンダーとなっております。他にはトラクター用のパワーステアリングシリンダーなどを生産しております。舵を切るとき、ハンドル操作のときに補助をしてくれる油圧シリンダーとなっております。他には排気マニホールというものがあります。ディーゼルエンジンに搭載される部品になってまして、経路を一つにまとめる部品となっております。こちらが製造部となります。製造部では機械加工をはじめ、溶接、組み立てなど50年以上培われてきた技術を駆使し、高い客先からの品質要求に対しても応えることができる職場です。こちらが生産技術部になります。工程設計から量産立ち上げまでを担う部署で、近年では油圧シリンダーの設計開発を行う、いわば榎本の頭脳ともいえる職場です。榎本の製造の強みは、若手社員とベテラン社員が融合することによって新たに生まれる技術などを継承し、お客様のあったらいいなを形にするということです。世界に一つのものを作るのが榎本の仕事です。変化を恐れず、社員が一丸となり新たな技術開拓へ進む、その姿勢が榎本の強みです。榎本のもう一つの大きな特徴、それは社員数100名のうち20代から30代の若い社員が多く、働きやすい環境づくりに積極的に取り組んでいることです。人材が私ども全てだと思ってます。私どもの考えでは、ものづくりが主体ですけれども、同時に人づくりが大切、いわゆるものづくりは人づくりということを位置づけております。そして人の採用に関するところ、これにはかなり力を入れているつもりです。また採用して終わりでは決してなくてですね、社内の方ではサンクスカードでお互いを称えると、そういったこともやっておりますし、月度で幹部に評価してもらってですね、社員表彰、選考会、寸志表彰、これをコメント付きでみんなの前で報告するなどしてですね、お互いが称え合う、こんな環境を会社の中で作っております。我々も気づかなかったような社員間同士の交流も、そんな月度の報告で聞けます。人材の定着にもつながるかなと思って続けております。女性の採用についてはまだまだなんですけれども、今後広げていきたいと考えています。永続的に会社経営をしていく上において、必要な人材の中の一つのターゲットが女性になってきます。女性って本当に優秀なんですよね。今度は環境を整えることによって、女性の方にも活躍してもらえるような、そんな場所を提供し、人材確保にも努めていきたい。キーワードは女性活躍、人材のダイバーシティかなと思ってます。やはり地域で一番というのは、経営者にとってのやっぱり一番の思いだと思うんですね。健康経営優良法人という制度が、国の日本健康会議さんというところが推奨して行われていると聞いてます。やっぱ従業員の健康こそが会社の安定した成長というか、持続的な成長にもつながるというふうなことから、約4年前ほどから始めまして、3年連続その認証をいただくことができました。今後もこの健康経営というものを一つの根幹に、働きやすいは元よりなんですけれども、過剰に負荷がかからない、
社員の健康を大切にし成長していける会社づくりというのが当社の目標です。榎本では近年新卒採用にもかなり力を入れているそうです。こちらのリクルート用のパンフレットも少しでも学生たちに榎本の魅力を知ってもらうきっかけのためかなり見やすい構成となっています。採用に関してはできるだけ若手を活用するというのも絶対に鍵になると。若手社員には実務もありますが採用活動にも関与してもらっている。これが少しずつ結果に結びついているかなというふうに思ってます。学生さんとのアプローチも会社で公式の LINE アカウントを取ったりして学生さんとのコンタクトをより身近にフランクにちょっと連絡を取り合うなんかして学生さんとの距離を縮めながら会社に魅力というか近づきやすいそんな環境を作ってます。採用活動には重点を置き採用だけじゃなく成長しそしてお互いが働きやすいそして研鑽し合えるこんな場所づくりができれば会社は持続的に成長できるんだろうなというふうな意味で人材採用と、人材教育この部分に力を入れております。榎本で働く社員たちは榎本の魅力をどのように考えているのでしょう。私たち生産技術部の重要な仕事の一つがジグと呼ばれる道具の製作です。榎本の工場で製品を加工するときにその材料を正しい姿勢で確実に固定するための土台の役割を果たしています。製造工程の種類や製品の形状それぞれにベストマッチした1点1用の専用ジグを設計することによって安定した量産体制の構築を目指しています。榎本では自分のような若手社員も設計に取り組むことができます。自分が実際に描いた設計図に基づいて品物が完成した時にはものづくりの面白さややりがいを感じます。さらに今は榎本自社ブランドの油圧シリンダの設計開発にも取り組んでいます。難しいですけれどもやりがいがあります。社長も含めまして幹部との距離感が非常に近い社内の雰囲気となっております。今後は榎本の主力となるような製品の設計にも取り組んでいきたいと思います。こちらの検査室では国内外の弊社で扱っております製品・部品の受け入れ検査から出荷検査まで行っております。材料検査、試作品、量産初回品、量産品の抜き取り検査、不具合品対応など業務は多岐にわたっております。その中でも迅速かつ正確に検査保証を行うために必要な計測機器がこちらの接触式3次元測定器です。この測定器はプログラムを組めば様々な形状の製品を自動で計測でき、プログラムに管理数値を読み込ませることで製品の合否判定が迅速に行えるようになっております。また品質保証課では様々なお客様の品質要望にお応えするために日々製品の品質改善を行いながら品質向上を目指し業務を行っております。女性でも様々な働き方をしながら活躍できる社内環境が整っています。また上司や先輩たちとの距離が近く風通しの良い社風が榎本の魅力です。私の方も子供を2人子育てしながら働かせていただいておりますが、急なお休みだったりとか早退っていうところも柔軟に対応してくださる会社になっておりますので、とても働きやすいです。私の業務は、自職場の納期品質の管理、他職場との連携をメインとしております。汎用部品化という職場は全く用途の異なる部品を数多く生産しているため高いスキルや知識を要します。その中で機械オペレーターのみでは対応できない案件に対しフォローを入れることも私の業務の一環となっております。また新規案件に対し最適な加工工具や品質とコストの両面をクリアできる加工方法の模索も業務としております。こちらは五軸加工機と呼ばれる設備で、滋賀県内でも本機を有する企業は数えるほどだと聞いております。今まで弊社がメインで使用しているマシニングセンターと比較すると守備範囲が格段に増え、加工の可能性が大きく広がりました。弊社の魅力は変化を恐れずに挑戦していく姿勢だと思います。先ほどもご紹介した五軸加工機に始まり、他にもいろいろな設備を随時投入していっております。こうしたことにより常に変化していくお客様のニーズに対して適時に対応できる柔軟性が弊社の魅力だと感じます。また現場優先の姿勢で困りごとに対して会社全体で対応に向かう組織力が高いところもアピールポイントですね。
当社がお客様からの受託の仕事ばかりではなくですね、一つの固まったユニット製品というものが近年当社の中では力を入れている部分です。お客様から使用要求をいただきまして、それを自社設計自社開発として商品が埋めるような実績が生まれてまいりました。これから当社は油圧のメーカーとして成長していけるような、こんな会社づくりを今後も経営資源を全て集中してですね持っていきたいと考えています。消費者の要求というのは非常に無限で、それと多様化しています。その部分の担い手として榎本が出ると、私どもに任せてくださいというふうなことにあらば、必ず他方からの引き合いをトップメーカーさんからも受けることができて、この部分で当社は B2B からまた最終的には自社商品も生んでですね成長していけるという確信が自分の中で持っております。やはり経営について一番大切なのはものづくり、ものづくりの人づくり、人材という材料をもう宝である人材に変えてこそいいものは生まれると、人の成長があることによって会社は確実に成長する。これからもいろんな社会環境の大きな変化に取り巻かれるというふうに思ってるんですけれども、そんな中でも共に志を一緒に目指す若手の仲間、中間メンバー、会社全体の仲間がですね力を合わせれば必ず難局も乗り越えることはできると思ってます。一時的な社会情勢の不安に右往左往するのではなく、会社のぶれない将来軸を持って会社経営に当たっていきたい、そんなふうに思ってます。私どもとしましては、決断は実行で移さなければ見えないと思います。ぶれない実行力を行使することで会社の成長に全力を掲げて参りたいと、こんなふうに考えてます。ものづくりは人づくり、人材こそが企業経営の根幹として、働きやすい職場を作って成長を続けている榎本。長浜にこんな素晴らしい企業があったんですね。はい、本当に素晴らしい点ばかりだったんですよね。はい、従業員の皆さんが働きやすい環境づくり、本当にですね、いろんな工夫さまざまなところでされてたんですけど、はい、もちろん榎本だけじゃなくて、うん、いろんな企業がいろんな対策っていうのをしっかりと講じられてることはもちろん知ってるんですけどね。はい、榎本社長がおっしゃってる中で大事だったのがですね、やろうという決断をして、うん、決断したら行動に移すこと、これは大事だと思うんです。はい、というのが、やろうと思うことはできても、それをですね、実行に移せないってことは多々ありますよね。決断、それから実行っていうのは、うん、できそうでできないことだと思うんですよね。で、これはブレない経営で続けられていることが素晴らしいです。ね、ブレない実行力って大切ですよね。うん、はい、働きやすい職場のための決断っていうのは、実は他にもあるそうなんですよ。実は本社の横に土地を造成していて、手狭になった工場を3年以内に増設する計画があるそうで、新工場ではさらに誰もが働きやすい安全な工場にしたいということなんですって。やはりですね、時代の流れに応じて変化できる、その榎本だからこそですね、55年を経てもまだなおですね成長力があるってことなんでしょうね。そうですね、自社ブランドの製品開発を進めているっていうのも、まさに変化と挑戦をしている証拠と言えますよね。はい、広区地域で人材を確保するっていうのはちょっとやっぱり難しい地域の一つじゃないかなと思うんです。はい、ですから、人材採用一つとってもですね、努力と工夫を続けないといけないと思うんですけども、榎本さんそこをですね実践できているからこそですね、これまでもそれからこれからもですね注目され続ける企業なんだなと感じます ね。以上、ビズラボでした。続いてビズログです。経済に関するタイムリーなトピックスを解説コメンテーターの荻窪さんに分かりやすく教えてもらいます。さて今回は、はい、今回はビズラボでご紹介した榎本がですね、3年連続で認定を受けている健康経営優良法人という制度があるんです。はい、その制度がそもそもどういったものなのか、それからこの制度を受けている受けてないというのが、実は企業経営ですとか人材採用に今後大きく影響する可能性があるんですね。はい、ですからそのあたりを解説します。お願いします。はい、健康経営優良法人制度っていうのはですね、特に優良な健康経営を行っている大企業、それから中小企業を見える化、つまり認定して表彰する制度なんですよね。はい、それがあることによって、現在働かれている従業員の方、それから職を求めている方、関係企業の皆さん、金融機関などが評価することができますよね。そういった環境を整えるっていうことを目的にですね、2016年度に経済産業省が作った
った制度っていうものなんですよ、はい、で第6回となる2022年はですね、健康経営優良法人2022として、うん、大規模法人部門というのがあるんですけど、はい、ここから2299法人、それから中小規模法人部門というのがあって、こちらからは12255法人というものが日本健康会議という団体に認定されたんです、はい、一見ちょっとの多いかなと思うかもしれませんが、中小企業ってですね、全国に350万社以上あるんですよ、はい、でその中の中小規模法人部門って1万2000ちょっとじゃないですか、うん、1% 未満なんですよね。ですからいかにこの認定を受けるというのが他社との差別化という意味で大きなものになるかっていうのが分かりますよね。強みになりますね。なります、強みですね、滋賀県の企業はどのぐらい認定されているんでしょうか。はい、2022年の認定では滋賀県企業からはですね、153社がまあ選ばれているんですよね、はい、絶対数でいくとやっぱり153社多いとは言えないですね。まだまだ少数です。なるほど。では目的はどういったところですか。はい、一番の目的というのは健康長寿社会の実現だと思います、はい、まあ、超高齢化社会にすでになってますよね、でその中で皆さんお一人お一人が心身ともに健康であってですね、社会参加それから経済参加するっていうですね、生涯現役社会となるためには、介護医療業界だけじゃなくて普通の事業会社の皆さん、それから政府も一体となって健康づくりっていうものに取り組んでいかなくちゃいけないんですね、はい、事業会社の皆さんも経営的視点からですね、健康の維持増進っていうことを考えて戦略的に実践しようねってことが意図として含まれていると思います。なるほど。毎年こうしっかりと社員の健康診断を行っている会社って多いと思うんですよ、はい、ただ受診するだけでは認定されないっていうことですか。そう、宮根さんおっしゃる通りで、そこがの鍵なんですよね、はい、健康診断の受診率 100% っていうのは、これ必須の条件の一つなんですけど、はい、実はそれ以外にも満たしてないとこれ認定されない制度になってるんですよ、うん、例えば従業員の健康に何らかの課題がありますと、それを改善させるために有効な手立て取り組みは何なのかっていうのを具体的に検討しなくちゃいけないというものがあります、はい、それから例えば食生活の改善、うん、で運動機会の増進ですね、それから今でしたら感染症の予防対策、それから受動喫煙の防止なども含まれるんですけど、何らかの課題があったらそれを改善します、そして実践します、でその実践結果を報告して、その結果大丈夫ですねっていうふうに認定される、ここまでいかないとダメな制度なんですよね。ちょっと待ってください、結構手間のかかる作業じゃないですか。はい、まあ大変だからこそですね、躊躇される皆さんもいらっしゃるとは思うんですけども、はい、これなんで健康経営優良法人制度っていうものがいいかっていうメリットをこれからご説明しますね、はい、従業員が健康の維持増進につながりますと、当然労働生産性上がりますよね、はい、で従業員の方もそういった企業に勤めると健康でいられるからモチベーション上がるんですよ。確かに。すると、まあ、パフォーマンスって形で目に見えた成果となれば、企業全体集合体となった時の業績上がる、企業価値も上がると見られてるんですね。なるほど。さらにイメージアップにもつながると思います。そうですね。つまり健康経営優良法人に認定されると、従業員の健康を考えるホワイト企業ですよっていうことになって、新卒採用などにおいてもこれ有利に働く可能性が高まるということですね。はい、これおっしゃる通りです。健康経営優良法人、来年の認定に向けてのこの動きがもう始まっているそうですから、ご覧の皆さんも検討してみてはいかがでしょうか。以上、ビズログでした。さて、冒頭に5月29日は幸福の日とありましたが、マスターはどういった時、はい、幸せだなって感じますか。これは何度も言いますけれども、うんうん、このエンディングで南さんのすぐ横に立っているこの瞬間が僕は幸福なんです。マスターだけこっちに来てください、まあ、今これがあるからいいけれど、うん、これ使う必要なくなったらちょっとスタッフの皆さん立ち位置考えてもらっていいですか、ね、ちょっとあ君の名は さて、おいくぼさん、はい、今日はいかがでしたか。はい、そうですね、ビズラボで紹介した榎本なんですけども、新卒採用にですね LINE やインスタグラムを積極的に使ってるそうなんですけど、やっぱりこれが先進的だなと思ったんですよ、うん、のぞみちゃんもそう思いません。そうですね、やっぱり特に今の学生さんって LINE がすごい扱いやすいんで、はい、そういう会社さんだったら柔軟性があって見逃すこともやっぱないんで、うん、
いい会社だなと思っちゃいますね。はい、やっぱり SNS 使ってますとね、企業らしさが結構出やすくて、割とライトっていうんですかね、軽めな内容の発信もできますよね。はい、それを優れてますね。時代は変わりましたね。はい、幸福とかけまして、はい、指笛と解きます。その心はこうしてこうして幸福。うまい。はい、私もそれでやり方分かりました。あ、幸福します。ありがとうございます。さすがです。お上手でございます。みんなダジャレがうまいんだから。滋賀経済ナウ、次回もどうぞお楽しみに。ならない。